はい、ということでございまして、頑張れ山田、CC 粉塵の山田アナウンサー、そして超アナウンサー、お疲れ様でございました。ヒゲ男爵の山田ルイ53世でございます。ね。こんなことってあるんやなと思うんですけども、まあ、一応ね、これ、その文化放送ライオンズナイタースペシャルという素晴らしい枠をいただいて、今回、90分間の生放送というね、いや本当にありがとうございますなんですけど、こういう時ってなんかね、多少は、文化放送の、偉い方、スーツ組ですね、何かしらの権限を持ってらっしゃる方が、今外にいるのは全員パーカーなんですか？いや、なんかね、なんだなんだと、男爵がなんかやってんのか今日はと。見に来ていただけることが、まあ、普通かな。いや、別に全然いいんですけど、思ってたんですけど、本当にもう、誰もいらっしゃらないという。そして、こんなに、素晴らしい枠をいただいて生放送できるよ、つって。で、後々ね、しっかりご紹介しますけども、素晴らしいゲストの方もいらっしゃいますよ、なんていう回なのに、特にスタッフも嬉しそうじゃないというね。これ、なんですかね、わかりませんけども。ということでございまして、まあ、先ほどもちょっと言いましたが、ここからは文化放送、ライオンズナイタースペシャル、ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、配信。ここでだからリスナーの方もね、ん？配信？っていう、この疑問が湧くと思いますけども、配信600回突破記念スペシャル。ということで、この後夜の9時まで90分間生放送でお送りさせていただこうということでございます。だから簡単に言うとなぜ配信なのかというと、この番組は、ま、ずっとやってるんです。うん。もう本当は600回以上やっとるわけですよ。ただ、文化放送さんで流していただいてた期間は、非常に短いという。何年ですか？ 1 年はやりましたよね。まあ、換算して2年ぐらいですね。2年ぐらい。で、その後は、各地方局の皆さんにいつもご協力いただいて、南極ネットとかでやらせていただいて、文化放送で収録はしてるんですけども、基本的にポッドキャストでしか流れないという、まあ、非常にいびつな形の形態の番組だと。もうだから11、12年やってますもんね、もうね。こんなに誰にも知られずに12年やるという、ことが。ある意味お化け番組ですよね、だからね。ほんで、だから今回もね、だからこの番組自体は、まあ初めて、お聞きになった方もたくさんいらっしゃると思うんで、説明させていただくと、まあ私はまあヒゲ男爵の山田という人間で、ワイングラス持ってシルクハット被って、まあルネッサンス言うて、乾杯漫才みたいなことで、2008年ぐらいにまあまあ売れた芸人ですね。まあその後一発屋ということに、なりましたけども、その、だいたい2008、9年あたりからやってるんですよ。でもずーっと、最初だけちょっと文化放送で流れてたけど、すぐに流さないってなって、地方局ネットとポッドキャストだけでずーっと11年、12年やってきて、今日特番。まあ、これまでにも何回か特番みたいな形で地上波で生放送みたいなのをさせていただいたことはあるんですけど、さっきいつも番組を一緒にやってくださってる、構成作家のノティさんね、目の前にアクリル板越しにね、我々が言うところの気まずい一覧状態で、透明だと気まずくて集中できないラーメンにというね、アクリル板越しに今喋ってますけど、が計算したところによると、だいたいこの番組は、100回を超えると1回特番をやらせていただけるという何それいや、だからね、もちろん文化放送さんにもいろんなお笑い芸人の方、タレントさんいっぱいね、番組やってらっしゃいますけども、もうちょっと短いスパンで何かしらご褒美的なものをもらってる印象があるんですよ、僕は。100回に1回。なんすか、俺のスタンプカードだけマス目が多すぎないですかこれは普通ならこれがスーパーのスタンプカードならもう貯める気力を失いますよ普通こんなに貯めなきゃダメなのというね、下手なのよ2,30に一遍ぐらいやらしてくれやこっちもねこうテンションというか気力をみなぎらせることができるの100回に一遍だというね他の人多分2,30に一回特番みたいなやってると思いますよ
まあそういう境遇のもとね、まあお送りしていこうじゃないかということで、だいたい今だからと Spotify さんとかね、そういうところでも配信していただいている。で、地方局ネットということで言えば、山梨放送さん、山口放送さん、南海放送さん、ABC、朝日放送さんというところでやっていただいている。文化放送では流れてない。これ何度も確認しておきましょう。メールもいただいております。まあまあまあ、そうですね。さ、もう100回ぶりの2年越しのでしょ。で、ちなみにさっき確認したら、この特番の前の特番は2年前なんですよ。100回前やから。で、その前の特番は、なんとその4年前だというね。ルール無用です、本当に。ある時は200回に一遍。ある時は100回に一遍。それでも続けるというね。サンズの際の河原で子供が石積んでても、もうちょっと早めに鬼は崩しに来てくれますよね。100も積まないとダメだとなると、もうそれ自体が難しいから。鬼が来る前にガラ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 ってなっちゃうからね。メールをいただいております。はい、来てます。ラジオネーム。自堕落坊やですね。ありがとうございます。男爵様、スタッフの皆様、ルネッサンス。ルネッサンス。普段は言わないです。普段はこのルネッサンスというレスポンスはないんですけども、久しぶりの特番なんでね、言わせていただきましょう。ルネッサンス！ありがとうございます。これはもう特番の時だけ言うというね、ことでございますけども。放送600回、そして12年目、おめでとうございます。もうこのおめでとうございますが、もう何にも、なんか刺さらなくなってきたよね。めでたいかっていう。果たしてめでたいのだろうかという、ゾッとするという言葉の方がしっくりきますけども、友人の手招きを受けてから6年ほど、まあだからその友人という方が聞いてくださってたんでしょうね。聞き始めた時は、妬み、そねみが詰まっていて、腹の奥をくすぐられるように笑いました。まあまあ、もう一発屋とか言われてね、みたいな話をしてたんでしょうね、ずっとね。まあ今もしてますけども。ただ、今となっては、本を書いたり、テレビで社会にコメントしたり、そんな男爵様の説法をいただくことがきつく感じる時もありましたが、現在はその変化を受け入れることができました。ありがたく頂戴しております。1000回目があるとは思わず。いやない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 。1000回もできないよ。ああ、粛々と放送される一回一回をこれからも噛み締め生きていく所存です。これからもよろしくお願いしますという。いやだから、まあこのね、自堕落坊やもずっと聞いてくれてるからあれやけど、今日初めて聞いてくださるという方、何なんだこの関係性というね。怪しいぞっていうことになっちゃいますからね。そしてもう一通。読んどきましょう。これも600回のお祝いメールということで、匿名希望の方。車移動や家事の合間に、ポッドキャストを聞いておりますが、久々の地上波、おめでとうございます。まあ、ありがとうございます。隠れ檀家として、ルネラジを聞き始めて8年くらいでしょうか。隠れなくていいんですよ。堂々とルネッサンスラジオ、ルネラジオ聞いてるぞというのを言ってほしいんですけども、隠れ檀家として。しかも檀家という言い方ちょっとやめてほしいんですよね。8年ぐらい。その間いろいろとあり、子供の出産から、仕事替えみたいな温当なものから、この匿名希望の方がお子さん生まれたり、仕事変えたり、という温当なものから、マインドコントロールを伴う詐欺被害。心療内科通い。うん。いや、通ったらええかな。俺はもっとポップに気軽に、そういうとこ通うべきやと思ってる方の人間やからね。8桁の負債を抱え。抱えたねー。8桁って、いくら？億？1億。うわー。数億の負債を抱えってことだ。個人再生。その他、ここに書けないこともありましたが、まだあるという。捨てる神あれば、拾う神ありで。捨てる神の捨て方が残酷すぎますよね。そんなもん、そんな捨て方せんでええんちゃうという。捨てる神あれば拾う神ありで、周囲の心ある方たちに、あ、よかった、助けていただき、あと1年で、まだ終わってないです。あと1年かかる再生計画の支払い完了と、なんとか行き、地味に自営を再生しております。ね。じゃあ今大変やね、これね、こういう、ご時世とか時期ですから、ここまでが地獄でしたので、コロナ不況の前にしんどいことを体験しておりますが、とりあえず、命と開き直りの心、
復讐心があれば生きていけるという何のメールやことは実感しました。今しんどい状況にある皆さんも向かい風でもふとしたきっかけで急に風向きが変わることもあります。とりあえず生き抜いてくださいということで、ありがたい、ありがたや、ありがたやという、お焚き上げしておきましょう、これはね、いやでもそう、わかるわかる、うん、この間ダメだ、朝のフジテレビさんの朝の番組の僕らの時代っていうのがあるんですけども、すごい爽やかなね、星野源さんとかね、そういう方が、お三方出て、爽やかに、投稿するような、なんか代官山とか表参道のオープンカフェみたいなおしゃれなところでトークするような番組があって、そこに出させてもうたんですけども、ここで出ました出ました。もうオンエアも終わりましたけども、この間の日曜日の朝に出させてもらいましたけども、まあその時のメンツがヒゲ男爵山田私ですね、と杉ちゃんと小梅太夫という、ネット SNS をこうエゴサーチで観察してたら、今回の僕らの時代は地獄界って書いてましたけどしかもこういうやっぱり状況なんで、リモートでということでね、各芸人違う場所で、なんかズームとかいうのあるやんか、あれでやったんですけどもね、その時に主に、まあ、同じ事務所というのもありますけど、杉ちゃんと杉さんですね。杉さんとちょっといろいろ話しましたけども、二人が考えてる不安が完全に一致したんで、僕もびっくりしたんですけども、まあ、今こういう状況で、まあ、特番のオープニングで話すことでもないかな、これ。いや、今こう、ね、杉さんとか言って、今こういう状況で、で、もう正直、3月ぐらいから、まあ、いわゆる地方営業ね、ショッピングモールで漫才とかね、お祭りのお笑いステージでわー言うとかね、あるいはまあ、我々ヒゲ男爵が最も得意とする企業パーティーという形態の、ホームです。そうです。我々は企業パーティーという仕事がホームなんですけども、残念ながらもう、ものすごく3密なんですね、あれ。だから3月ぐらいからもう、そういう地方、いわゆる地方営業と吉倉も全部ファーっとなくなって、4月もない。5月も、まさに今ですけど、5月もない。5月もないなら6月もないだろう。7月再開、いやいや、そんなにバッと増えるはずもない。おそらく秋口ぐらいまで、まあもうないんじゃないかみたいな話をしてて、まあでも再開したら頑張ろうなって一生思うんですけど、待てよと、これここまでね、ずっと、まあ、その、他の芸人さんも同じような状況じゃないですか。で、みんなこう地方営業イベント案件行かれへんなってなって、いざ始まった時に、いわゆる、売れっ子の皆さんも、やっぱりちょっとこの、今年前半そういうお仕事が減った方が多いわけだから、普段は行かないけど行くっていう人が増えるんじゃないか。確かにそうですね、杉さん。いや、僕もそれ思ってましたわ、言って。ってなると、売れっ子の人が営業に行き出すと、俺らまで営業が落ちてこないってなんすか、杉さん、みたいな話も。ですけど、おこぼれがないんじゃないか、みたいな。これは、来年まできついぞって言うて、僕らの時代喋ってたんですけど、もちろんそんなものが流されるわけもなく。日曜の朝の爽やかな番組なんだ、というね、ことですからね。まあまあまあ。まあ、僕らみたいなもんよりね、大変な方は、他にもたくさんいらっしゃいますから、なんとか、ちょっと頑張っていきましょうということで、まあ、ラジオの生放送特番らしく、こう、一発こう、タイトルコール見、長いんですよ、これがまた。じゃあ行きますよ。ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、配信600回突破記念スペシャル、休みですもうこの休め お休めのジングルを12年からつこ取るわけですから、これはね、最も安いジングルですよね、多分ね、ラジオで使えるジングル集の中で最も安いやつだったはい、ということでございまして、改めまして、ヒゲ男爵の山田ルイ53世でございます。ルネッサンスラジオ配信600回突破記念スペシャル、この後夜9時まで生放送でお送りしていこうということなんですが、まあ先ほどもちょっと言いましたけども、2年前ですね、500回突破、の時にも、まあこういう特番をやらせていただいたということで、その時は実はゲストの方はいらっしゃらなかったんで、はい。本当に僕と今目の前に座っていらっしゃる構成作の T さんと2人で、まあ、お送りしたということなんですが、ゲストはいらっしゃらない代わりに、結構ものすごく豪華な
方々から、コメントをの方をいただきまして、なんと爆笑問題さんね、あとミヤゾンさん、あのもう超売れっ子ミヤゾンさん、はい、ちょっと今うのてぃさんがうんっていう台本見てうんという顔をされたんですが、ちょごめんなさい1個飛ばしてしまいました、いや超売れっ子のという振りを入れたんでうんって思って、あの元日テレのアナウンサーの宮崎信子ちゃん信子ちゃんは、何年か前に僕と一緒に文化放送さんの土曜の昼の2時間の生放送を、2人でやってたんですよね、まあ、そういう、豪華な方にコメントいただいたんですけど、まあ、その時にもコメントいただいた方、そしてなんとその方が今日来てくださるということで、これはすごいですね。今回はなんと、もういっちゃいますね、超ビッグゲスト、この後スタジオに東野幸治さんをお迎えしようということですよ。これはだからスタッフさんがね、まあプロデューサーのとしみつくんとかね、あの辺が一生懸命頑張って、まあちょっとねおこがましいですがご縁も持たせていただいてるということで、もうダメ元でお願いしよう言って、はい、僕は知らなかったんですけど、うん、お願いしたら、はい、本当にダメ元のダメ寄りやったらしいんですけど、うん、気持ち的にはね。まさかの、OK っていう。開拓を。そしてまさかの OK で、本来ならめちゃめちゃありがたいな、光栄だな、嬉しいなと、わ、こんなに素敵なことがあるのかって喜ぶ気持ちがいっぱいあるにもかかわらず、それを黙って急に言われたもんやから、うわぁ、本当にいらっしゃるのっていう、この緊張の方が、もう高まってしまい。で、うのてぃさんも緊張されてますもんね、今日。なぜあなたが緊張するのかよくわかりませんけども、もちろん外で球振ってくれてる、ディレクションしてくれてる宇野 D さんも、緊張されているという。みんな緊張しているという。で、そもそもこの番組のスタッフさんは、基本的に文化放送の主流派でも何でもないから、ね、そうだもんね。なんていうのかな、疎まれてる方の人間が集まってるもんね。そうですね。そう。はい、だから、本当東野さんみたいな本物の芸能人に会ったことがないと思うんですよ。だからもう緊張しちゃって、大変なことになっているという。これだから小野寺さん、この東野さんは、はい、ただ今多分お仕事をされてるのかな。YouTube の方で、はいはい、ご自分の番組で、もう今日も3時間4時間やってらっしゃるんでしょ。そう、3日間4時間。3日間。ここ今日が最終日な。でここ3日間。YouTube の方の東野さんのチャンネルの方で、その、芸人生存確認テレフォンみたいな企画を、毎日何時間もずーっと、ひたすら電話して喋って、で、もう、間休憩とかもなく、喋って、3日目最終日何時間喋り終えて、その足でこちらに来てくれるという、もう、確実に、ヘトヘトか、ラジオーズハイになってるかどっちかですよね。で、各言う僕もですよ。毎週山梨の方で、昼の3時間半の生放送やってるんですけども、今日その生放送を終えて今日ここですから、二人ともヘトヘトか二人ともラジオーズハイになってる可能性があるんです、これは。いや、もう光栄でございます。こんな素敵なありがたいプレゼントがあるのかということでございますけども、今日聞いてくださってる、皆さんには、だからメールを送ってほしいということで、まあ、東野さんへの質問であるとか、私山田るい53世と東野さん、二人に話してもらいたいこと、まあ、おそらく東野さんへの質問というのが多くなりそうですね、これはね。この番組のリスナーちょっと変わってまして、僕が嫌な目に遭えば遭うほど喜ぶんですよ。スッとするという。何でも OK でございます。メールどんどん送ってください。今日はこんなテーマでもメール募集しております。地上波生特番でやります。ルネッサンスラジオラストメッセージという。これだからもう説明が、東野さんもういらっしゃってんじゃないの？大丈夫？こうね、ラストメッセージというコーナーをやってるんですけど、はい、これは地上波では流しない、地方局ネットしてくださってる、地上波では流しないです。ポッドキャストとかスポティファイのみで流れてる、コーナーで、まあ、基本的なコンセプトとしては、まあ、その、周囲に対するね、大切なあの人へ、日頃の感謝、まあ、愛の告白、そして頑張るあの人への、まあ、応援メッセージ、そういうほっこりとした、エピソードを、みんなでこの、ほっこりをみんなでシェアしようっていう、うん、このホクホクのジャガイモをパカッと割って、はい、これ、うのT、
はい、これ、うのでいい。はい、これ、としみつくん。言って、分けて、ほく、ハフハフしようという、本来はそういう趣旨にもかかわらず、いつもドロドロしたものが届くという、塩辛みたいな。イカの塩辛の中でもだいぶ寝かせたやつみたいなのが来るということで、非常に困ってるんですけども、まあ、誰かに伝えたい。あるいは、告発したい。まあ、たまにそういうのも来ますけどもね、心のこもったメッセージ、どんどん送ってください、それを読んでみんなでほっこりしていこうじゃないかということでお送りしていきたいと思います、その他、600回おめでとうメール、あるいは久々に聞いてます、あるいは昔こんなメール送ってたラジオネーム何々です、今でも頑張って生きてますみたいな生存報告、今日初めて聞きますも OK でございます、どんどん送ってください、メールアドレスはひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net、 ひげの綴りは HIGE、 全部小文字でお願いします。さあということでございまして、もうこの後もうすぐ準備できた、東野浩二さんがスタジオに入ってきてくださるということで、それまでちょっとこのメールでしのぎましょうということでございますね。ラジオネーム、電王コイル、沖縄県の方でございます。男爵様、スタッフの皆さん、ルネッサンス、初投稿です。初めてメールを送ってくれるという。ルネッサンスラジオ600回突破おめでとうございます。ありがとうございます。コロナ禍のコンテンツ不足で、そんなことないわ。不足で、ルネラジ600回記念がまさかの文化放送でのゴールデン特番として放送という、リスナーの誰も予想しなかった展開に驚愕しておりますが、全リスナーは知っています。この後に、文化放送でのルネラジ復活までには、超えられないハードルが横たわっていることもという。どういうこと？まあだから、いくら頑張っても無駄だぜっていうことですね。本日仕事につき番組をすべて聞くのは難しい。なんやねん。聞ける時に送ってこいよ。後日ラジコのタイムフリーにて、ありがとうございます。ちゃんと聞きます。生放送頑張ってください。というメールもいただきました。さあそして、あ、初めて聞いてくださってる方も、ぽい方送ってくれました。練馬区ラジオネーム、キャナコ。27歳の OL の方っていう。これ初めて、間違いなく初めてです、ね。基本的にうちの番組のリスナーっていうのは、30代以上、30からまあ40、50、60ぐらいの地味な色のブルゾンを着たおじさんしか聞いてないですから、ね、よくこの番組でトークライブやりましょう言って集まっていただくんですけども、その舞台から会場を見渡すと、本当に倒産した会社の説明会みたいな。暗い雰囲気になってるというね、キャナコ27歳 OL でございます。質問です。山田類53世さんのことを何て呼べばいいんですか？初めて。この方は初めての方ですね。例えば、木村拓哉さんはラジオリスナーからはキャプテン。ね。佐久間信之さんなら船長とか。うん。番組レギュラー化希望です。いや、初めて聞いたのに。もはや、もうレギュラー化を希望してくるという。まあ我々のことは、いろいろありますけど、まあ、男爵様、あるいは、自分で言うのもあるんですけど、リスナーの方がそう呼んでくださる、男爵様とかね、あとはまあ、お嬢ですね。我々はルネッサンスラジオ、ルネラジという、ルネラデラですね。ルネラジという、寺のお嬢だという設定もちょっとありますんでね。何とでもお呼びくださいということで、いや、ありがたいです、これはね。はい。え？わあ！おはようございます！東野浩二さんが到着いたしました！いや、いいんですか？もう入っていただいて。よろしくお願いします。いや、すいませんよ。いや、声ガラガラじゃないですか。いや、おはようございます。いや、もう座ってて、もう憧れのルネッサンスラジオ。ルネナジじゃないで、ルネナジ。ルネナジじゃない、ルネラジです。ルネラジ、こんな綺麗なとこでやってるんですね。いや、今日特別なんですよ。あといつもなんか僕は聞いてるんですよ。ポッドキャストか、なんかあれでね、はい、色々聞いてるんですけど、すごい暗いところの独居房みたいなところで閉じ込められてって。いつももっと12階の独居房、あれ12スタ ?12 スタっていうところがあるんですよ。あ、そうなの？9スタ、9スタ、12階の9スタ。
嫌いな声優が汚くした後って声優の悪口ずっと言ってる。嫌いなとかは言う、嫌いじゃないんです。僕声優さんのことは本当にリスペクトしますし素晴らしいなと思ってるんですけども、僕の前にスタジオを使った声優さんがよくお菓子のクズなどを落としていくといういやそれで、ね、いやもうすごいところでやらないかわいそうにと思ってもうこう、はい、キリキリしてたんですよ。かわいそうやと。あ、男子こうという。そうそうそう、でも僕はヘビーリスナーやから。ルネッサンスラジオのヘビーリスナーだから目標。やった。いや、やっとです。やっとここまで来たと思って。ルネラジーリスナーと、幻民の融合。いやいや、そん、僕らってまだもう1年もやってない。もう3ヶ月ぐらいしかやってませんから。もうほん、だからね、ずっと僕はもう文化放送昔今田さんとカモンファンキーリップスやってた以来の文化放送の出演なんですよ。以来ですか？そうです、そうです。で、この新社屋も初めてで、前は、四ツ谷の文化放送が四ツ谷にあって、そう、教会の犬木で、やってた時があったんですよ。教会の犬木？犬木なんですよ。なんか変な曲やなと思ってて、後で聞いたらもともと教会なんですって言って、教会がまあどんな宗教的な理由か知りませんけど、四ツ谷から離れたのを、文化放送が買い取った時にやってたんですよ。だから今からもう、20年、25年ぐらい前。でもそんな荘厳な雰囲気の中、ゴシップをめちゃめちゃ喋ってた。喋ってたけど、ったですね、今日はもうなんか、あ、こんな綺麗なところで文化放送ってあんねやって、もう初めてでびっくり。だからもうこれがもう文化放送の手口なんですよ。あ、そう、でもちょっとドキドキするか、あ、こういうところでいつもやってて、なおかつ。いつもじゃないです、だからこれ。やばい、騙されてる、騙されてる。いや、ほんで、ルネッサンスラジオってもうずっとだから、地上波の、その、ラジオじゃなくてラジオじゃないですか。はい。そうですね。不思議な。基本、ポッドキャストやという。でしょ？はい。で、詳しい。うの T さん、あなたがうの T さんなんですか？いやいや、だから聞いてますよ、俺。もう今日これで成功ですよ、これ。いやいやいや、俺もうの T さんや。よくうの T さんにあなたはうの T さんにちょっときつく当たりすぎやで。いや、そんなことないですよ。うの T さんはこんなって言ったら手弁当でやってくれてんのに。いや、まあまあまあ、そうだね。感謝しかないのに、なんかちょっと上から、先生への立ち位置になってからちょっと変わってきたよ。いや、違うし。いやいや、それは本当にもう誤解なんですよ。いやいや。騙され、こいつはもう本当に仕事しないんですよ。やれつい何もできへんとか、企画もよう考えんとか、バリゾー。自分で言えよ。いやいや。毎年毎年同じ企画焼き直ししてやってます、言うて。いや、そんな人やないねんから。ウオティさんっていうの。いや、そりゃそうだろ、本当に。それよ、いや、なおかつ、ずーっとだから一発屋からちょっと仕事がなくなってやってるって、はい、あ、すごい。あれが、このルネラジがモデルで旅猿が TBS から日本テレビ行ったみたいなもんですから。いや、嘘でしょ。いや、本当で、もうだから、もともとは旅猿って TBS やったんですよ。うちの奥さんが大好きな旅猿。で、それが TBS ではもう視聴率が振るわず終わっちゃったけど、日本テレビが救ってくれたみたいなもんで、だからこの文化放送でやってたけど終わって、なんか本当にだからもう、今は田舎の方のラジオ局でやってるでしょ？いや、それに、はい言うて答えたらおかしな感じになるでしょ。全然立派な山口放送さんの南海放送さんとか、うん、ABC 朝日放送さんとか。そう、それがだんだん広がってきてるでしょ？まあ、今のところは。それはもう言うたら僕が YouTube だったら幻ラジオの言うたらお手本ですよ。こんな、こんなお手本ないじゃないの。早いペースで更新してどんどん登録者数も増えている幻ラジオのお手本がこのルネッサンスラジオ。そうです、そらもうルネッサンスラジオ。あんなに一発芸芸人が初期の頃のあなたなんてもうほんと芸能界辞めるつもりで悪口言ってないでしょ。いや、これ ね、東野さんが当時、はい、まさに当時です、2011年7月に、うん、これうの T さんが調べてくれたんですけど、はいはいはい、東野さんがツイッターで、うん、ルネラジオ聞いているとまずつぶやいて、はいはい、これがもう僕らほんまうひょー言って、いやいやマジか言って、でそこのコメントが、はい、退屈だったので iPhone でポッドキャストのヒゲ男爵のラジオ聞いています、はい、ゲスラジオぶりがすごかった。売れるのが先か追放されるのが先か。そう、おそらく追放が先だろうと。いやいやいや、それが結果売れるのが先やったよ。いやもうそれ、いやいや売れてはもちろんないですけど、したよ、もう俺ミヤネ屋でさあんなドッキリで呼ばれて普通に真面目に言ってどないすんねん、あんな。宮根さんに終わったからスタッフで悪口言われて、あいつ本当に来たよみたいな。あいつ座ってるよみたいな。ドッキリじゃないさ、あれ実は。
ドッキリじゃないです、あれ。ないの？本当に呼んでいただいてるんですよ。いや、あんなになんかこう、ワイシャツの上のボタンが閉まれへんやつ、俺初めて見たわ。わからないです。本当にあの、別に普段、ゴルフに連れてってもらってるわけでもなく、うん、飯を食ったこともない、大先輩なのに、うんうん、なんで僕をそんなに見てるんですか。おかしいでしょ。いやいやいや、もうとにかく絶対にもうそうね、あ、芸能界これで去っていくねんなっていう、そのモデルケースとしてチェックしてたのよ。当時のこの番組を聞いて、そう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 、悪口ばっかり言ってるから、あ、最後これで芸能界去っていくんだなって思ってたんですよ。あ、ほんならまさかまさか、ちゃんとそこでまた本もヒットして、いやいやいや、最近も先生ぶりで、何にも先生でも先生、一発や芸人列伝が、はい、すごく面白くて、いやいやいや、東野さんに帯を書いていただいた、はい、そうです、いやだからやつでございます、これが面白いし、はい、やっぱもともとだからうんこちびでね引っこもりになったけどいやもうそれはもうハイリスクハイリターン、もうハイハイリターンですよ。詳しすぎるんですよ僕のことに。まあ、確かにあの僕ワイドなショーという番組に、うん、あの呼んでいただいたのが、うん、おそらくコメンテーターのお仕事みたいなのをいただく本当に最初のきっかけなんですけど、その時に、うん、結構東野さんが名前を出していただいたという、山田類53世面白いですよってこうスタッフさんにね、はい、最初に言うんですけど、いつも最初全員国民をかしげるんですよ。山田類ご、ヒゲダンシャクのことですよね。一発や芸人が、多分おそらくフジテレビの中、あのね、はい、あの言うたら、天下のフジテレビの中で、一発や芸人なんておもろいわけないって勝手にね、やつらね、思い込んでるんですよ。お台場ね。でも若干フジテレビが今ちょっと、ね、足腰弱ってきたら、やっぱり弱者にも微笑みかけ出すんですよ。弱ってきた結果。フジテレビが弱ってきた結果呼ばれてるから、だから。今日の生特番と同じシステムじゃないですか、じゃあ。いや、だからミヤネ屋出て平気なんですが、あれ読売制作ですから、はい、日テレはないんですよ。王道の日テレはまだなかなかそれはもう、一発屋芸人がコメンテーターなんかできるのみたいな。ルネッサンス？ルネッサンスってやるんですけど、これもやっぱいずれ言うたら、栄光清水日本テレビも、いずれ、やっぱりこう足元がぐらつくときに、あなた呼ばれるんですよ。俺は誰かの足元が弱ったときしか、足腰が弱くなったときしか行けない。志らく師匠の奥さんが弟子と不倫したからこそ弱ってんのよ。だから、そのときにこそ君が行かなあかんのよ。弱ったとこに君は絶対。あのことを、はい、グッドラックに出演して突っ込んだのは、おそらく東野さんだけだと思いますよ。いや、違う、ね、いや、俺はスタッフからね、あいつすごいね、あいつ頑張ってんだ、また呼ぼうって、はい、いい子いい子ちゃんしたいだけで、無理して言ってるだけで、はい、怯えるように帰っていってんだよ。大丈夫かな大丈夫かな、こんなこと言うと思ったけど、うん。大丈夫かなって。あの男子一門って怖いらしいよ、みたいな。いや、グッドラックっていうのを今年に入って出させてもらってるんですけども、はい、うんうん、スペシャルウィークの時に東野さんが。そう、してきました、本当に。だからもう。もう一人だけです。いや、いつもワイドナショーにね、志らく師匠が来ていただいてるから、はい、関係性も。ね、なんかこう、志らく師匠がなんか始めるそうですね、はい、いつでも呼んでくださいね、ってこう、はい、なんこう、本の宣伝とかでね、一応言う時に、リップサービスって言ったら、本当に来ちゃったから、はい、いや、まあ、いや、さすがにちょっといつもお世話になってるから断るわけにいかない、じゃあ行きますって言って、で、3日後に、なんか、フライデーで、あの、お弟子さんと、イチャイチャしてる師匠夫人が、聞きたくないです。ダーターと思って。聞きたくないです。いや、俺も聞きたくないよ。こういう事態になります。2週に1遍ぐらいはお会いするんですよ、はい、僕も、めちゃめちゃいい人、志らく師匠。本当に優しい方だから、いやいや、だから僕ができる範囲のことなら、なんかね、何でも言ってくださいよっていう気持ちで、はい、ならもう、言ってんのよ、もう。ルネッサンスが言ってんの、もう早速言ってて。弱ったところにビタって張り付いて、ハイエナかヒロみたいな。仕事の仕方してるなーって。いやでも、これ。だって芸能界友達いない人、僕と一緒なんですよ。いや、それも僕ちょっと伺いたかった点ではあるんですよ。何でも言ってください。本当に、これ大丈夫のじいさんまで喋ってて、はい、最近すごく思ってるのが、はい、ほんまにもう向いてないなっていう、うん、とんでもなく向いてない芸能界に。なんかそういう、例えば有名人だったら、ピーターさんの誕生日会で、いやもう、ピーターさん。膝がくぶるですもん。ほんで、いろんな人が向いた、大女優や俳優やお笑いや、なんかタレントがみんながね、なんか言った、はい、狭い中、もう人が集まりすぎて。牧瀬里穂さんとか。芸能界の交友録みたいな。そう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 。ね、俺言われて、でもあんた無理だよねって言われて。よく分かっていただけてるとだから最初にもそういう人間だってやっぱこう無理やりにでも印象付けた方がいいと思う。ああ。いやだから多分僕ぐらいやと思うんですけど、
オールスター感謝祭にも何年も前に、はいはいはい、一度二度呼んでいただいて、うん、ほんまやったら、うん、やっとオールスター感謝祭呼ばれたぞっていう場面じゃないですか。うん、でもあれ休憩タイムってなるじゃないですか、うんうんうん、あのワンフロアにいろんな高級店が屋台バーって出して、はい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 、もう並みいる芸能人たちがもう笑顔でそう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 、絡みながらお食事をするという、特に過去はそういう派手な感じやったもんね、うん、あれをそう、まあ、実際にそこには参加したんですけど、うん、もう食べるどころじゃなくもうあれを想像しただけで、うん、もう嫌やあんなところに行くの嫌やっていう気持ちに、なったんですよ。いや、そこはもう無理していかんと、全員がいない空っぽのスタジオで、一人ポツンって座ってるとか、もしくは、ちょいちょい長澤まさみさんがおったら長澤さんの椅子で、なんかお尻をずっと動かしてたり、いろんな有名女優の席に座って、お尻をもぞもぞしてるとか、ほんならやっぱネットの世界やから、わ、あいつおもろいなとか、なんかこう、地味なところでちょっとなんか頑張ってこうアピール。そういう頭角の話かと。やっぱ無理して、ああいう、パーティー会場に行ったら、変な性格でしょ。パーティーはもう、いや、ほんで、この間ね、この番組でちょっと喋ったんですけど、うん、それこそグッドラックなんですけど、うんうん、もう2月ぐらいの話ですよ。うんうん、生放送終わって、うん、で、楽屋戻ってくるじゃないですか。うん、で、あそこの楽屋ってなんか、大部屋があって、そうそうそう。大部屋の中に3つ小部屋あるみたいな、着替えの。TBS 独特のなんか、独特の作りの。あの、ユートピアみたいな芸能人全員友達やと思ってる、間違った設計の人がね。設計のとこがあって。建築家が芸能界間違って。芸能界ってこういう感じでしょ？っていう、フランクな感じやと思いきってんのよ。ほんで、本番終わって、うん、もう僕普通にお疲れ様でした、言うて、楽屋帰って大部屋の打ち合わせスペースみたいなとこ通って、自分に当てがっていただいたその小部屋の中に入って、着替えを始めた。シルガットバー脱いで、はいはいはい、ほんで、パンツ一丁ぐらいになった時に、外からプロデューサーの声やと思うんですけど、何々さんお誕生日おめでとうございますっていう声が聞こえてきて、はいはいはい、で他のコメンテーターの人もみんなさ、わーとか言って、俺抜きでと思って、パンツ一丁で小部屋の中入ってドア隔てて向こうは、サプライズの誕生パーティー、ケーキも入ってくる気配、うわ、どうしようどうしよう、うん、ってなって、うん、もうハーピーバースデーって始まる直前にもう自分でガラガラっと開けて、うん、ハーピーバースデーって自分で歌ってちょっと笑い取って、なんとかごまかしたんですよ。おう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 。でも、ほんまやったらスタッフさんが、いや、男子さん今日ちょっと何々さんの誕生日あるから、ね、持ってくださいとか絶対言われるはずやし、うんうん、それ、ま、言われへんって何なんかなと思いながら、で、気配も察することもできんかった。うん、で、向いてないなと思って、ついこの間なんですよ。はい。同じグッドラック行かせていただいたときに、まあこういうご時世ですから、本当にソーシャルディスタンス、少数、そうそうそう、ディスタンスで気使いながら、うん、で、リモート出演みたいなの終わって、お疲れ様でしたって言って着替えて帰ろうとしたら、すごい気使いながら、またプロデューサーの方が、男爵さんこれって言って、なんか可愛い、おしゃれな紙袋をね。あららら、よかった。いただいたんです。僕、誕生日4月10日なんですよ。で、まあ一月は、遅れてるんですけど、いや、こんな時にそんなん大丈夫ですよ、申し訳ないって、もうやっぱ気使うじゃないですか。そうよ。いやいや、遅れてすいません、お誕生日は、すいません、ありがとうございますって、家に帰って、開けたら、確かにご家族でとは言われてたんですけど、中に、オリーブオイルと、マヨネーズと、醤油が入ってて、で、それま、なんか、燻製醤油とか、燻製マヨネ、うんうんうん、ちょっとオシャレ調味料、うん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 、なぜ調味料の詰め合わせや、と思った時に、うん、俺もうほんまもう、やばいわ、と思ったんが、うん、胃の一番に頭よぎったのが、うん、これ、俺のコメント、味付け薄いみたいな、こと言われてんのかなって、胃の一番に思ってしまったんですよ。ノイローゼやなんか。ノイローゼやわ。和風だしでえっちごて。自然にアミノ酸が、コメントにアミノ酸が含まれてんねん、お前のコメントには。いや、含んでると思われてないから。いやいやいや。もっとスパイスの効いた。いや。薄いっていう。メキシカやないねんで、やっぱ健康、長寿やねん。コメントがやっぱ長寿のコメントしてんねんで、長く、これからも長くお願いしますっていう。あ、そんなに体に負担もかからないような。そんなもメキシカンにしたらもう短命、そんなの。梅沢さんのメキシカンじゃなくて。いや、なんか、まあ、あんなんか。あんなんか。あんなんか。ですけど。アミノ酸、うまみ。昆布だしみたいな。昆布だし、日本が発明した、もう、アミノ酸やねんって。どんなん言うたら、俺昔、アラビキ団っていうすごい貧しい制作じゃない番組でも、はい、初代プロデューサーが、いつもだからその、まあ新年会とか忘年会1年2回やんねんけど、はい、いつもなんか嘘っぽい理由つけてこないんですよね。でもまあ、なんか毎回、
まあまあ、ビンゴ大会みたいな、するんですよ。はい、で、まあまあ、例えば月9とか、まあ、フジテレビの月9とか、TBS の有名な時間帯のドラマとかだったら、なんか、いいとき、羽振りのいいときはグアム旅行とかさ、な、あった、でっかいテレビとか、はいはいはい、な、有名ななんかそういう高級旅館、二人でね、一泊二日何十万みたいなのがあるけど、はい、荒引き団のプロデューサー賞が俺芸能界長いけど、一番しょぼくてびっくりした。ね、サッカーボール。俺、アフリカの子供かなと思って。これね、今から蹴っていかなあかんのかなって思って、あ、これがボールって言うんだ、言うて。サッカーボールでーすって言って、全員で、こんな一等あるみたいな。これが一等の世界戦って何っていう。何言うて。迷い込んだねっていう。で、二等が吉本製作ですから、吉本で、あの、はい、お湯沸かすやつ。それが一等二等だ。だからそれに比べたら、はい、そんな醤油がどうたらこうたらとか、そんなもん。醤油に文句を言ってるわけないです。だから僕が本当に向いてない、やばいなって自分で思ったっていう。いやいや、感謝ですよ、本当に。全然いいと思うし、最近、だってもう俺このルエナジ聞いてたらなんか、はい、言ったら大学教授とか、いろんな人と一緒に、トークショーみたいになってんやろ。すごいやん。ワイドショー出させてもらった時は、うん、ビンゴ大会、ビンゴ大会、ワイドナショー、ビンゴ大会、なんやこれみたいなことを。あ、言ってた、言ってた。急にスケジュールに入ってきた、びっくりしたんですよ、みたいな話をしたんですけど、最近はコラム、コラム、シンポジウム、シンポジウム、ラジオみたいな。ええよ。ほんまもう、ちょっと小島恵子さんに近い形で。近いよ、本当に。職業、ラジオパーソナリティってね。書いとかなあかんやん、そんな。書いとかなあかん。シンポジウムって何すんのっていう。いや、だからまあ、さっき東野さんもおっしゃっていただきましたけど、昔中2から6年間引っこもった、ね、みたいな話があって。曲、いいよね。その時つらかったかもわからんけど、今もだから言うたらフィーバーかかってるわけないけど、引きこもりでフィーバーとかないですよ。マイナスで言い方やめてほしいです。うんちおしっこがうんちなんて、まあ、漏らしとくべきやねんって。揃ったところでのやつじゃないですか。いや揃って時間差でこんなにフルネクスロットかかったら、いやもうぐるぐるぐるやからビチクソがビチ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 。実際そうでした、中二の夏ですわね。あ、思い出す。違うかな。いや、そう。いや、だから、これがレギュラーだったらいいんじゃないの？文化放送で。やってくれないんですよ。なんでやってくれないって。いや、だからそれはもう東野さんが本当にありがたい話ですけど、ずっとたまにちょくちょく聞いていただいてるということでわかると思うんですけど、好かれてないんですよ。好かれて。だから文化放送基本的に声優さんとアイドルさん推しなんでしょ？そうですね。すごく人気がありますんで、あ、何ですか？東野さん。幻来週のリスナー。あ、幻民の方でいいんですか？ありがとうございます。幻民って呼ぶメールが来ております。はい、すいません。ラジオネーム、ジダラク坊や。はい。男爵様、ダディ、こんばんは。どうも、こんばんは、ダディです。一応、ダディって言われてるんですよ。はい、うちの娘たち、まあ、家族でね、手作りのラジオ番組を、まあ、ラジオできなかったから、やってるんで、はい、その時に、まあ、子供たちに僕、ダディって言われてるんで、実は気づいたら幻民が僕のこと、ダディって呼び出してるんですよ。決して俺が言うんだわけないですよ。これ、なんすかね、僕も、なんか、男爵様とか、なんか、ほんで、リスナーが自分たちリスナーのことを檀家、要するにお寺に模して、檀家とか言う、それがちょっと嫌なんですけど、はいはいはい。これあるあるなんですか？いや、あるあるというか、僕はその檀家システムを取って、そんなん作らなあかんでも知らんから。いや、違う。俺、ラジオって俺、15年ぐらい前で全部やめてから、一切知らんから、あ、檀家とかそういうネーミング、あ、なるほどな。そういうシステムで発展したんやなと。大至急、だから始まって2ヶ月半で自ら作り出して、さあもう、リスナーが言うてるように、なんか、マジック使って、俺もかなあんなって言ってるけど。リスナーから押し付けられた言われた風を取りながら。風を取りながら言ってるんですけど、一応ダディというね、幻民の関係ですから。はい。だから T シャツも一応販売してて。いや、おしゃれな T シャツ。いや、あれも別にグッズじゃないんですよ。あれはだからもう納税って呼んでるんですよね。これもがっちり設定が、そう、設定がっていいだから僕困るんですけど、まあそれ素晴らしいです、来てますか、幻市民から。幻市来てます。もうしつこいね、幻市民はね。もうついて回って、本当は多分嫌じゃないです、顔は笑顔ですか。ダディに一つ質問です。いいですよ。はい。正直
幻ラジオ、いやもうこんなん言うたらやれてまうからな、これ、文化放送で放送したい気持ちありますか、あるとすればどこの時間帯でやりたいですかという具体的な、いや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 、そんな仮にですけど、万が一ですけど、どこでも入れますよ。いやいや、そんなことないですよ。今ちょっと東野さんに、あの文化放送の、放送のね、1週間のやつをお渡ししましたけども、はい、パッと見ちょっとタイムテーブルね、タイムテーブル。うわ、これ、ええー、もうだって、嵐の相葉くんもやったりとかしてるし。やってらっしゃいますよ、ええー、方が。すげえ、あ、キスマイさんがやってたりとか、うわ、すげえな、はい。あの、あ、大竹さんもやって、あ、わ、大竹さん。大竹さん、ゴールデンラジオも文化放送の大看板で、昼の帯でずっと長いですからね。すげえ、論文、アツシもやってるし。アツシさんもやっております。いや、俺、というか俺もう、ルネッサンスラジオやりたいよね。ルネッサンスラジオは、そこに乗ってないんです。乗ってないの？さっきは再三言ってますけども、うん、地上波では流れてないんですよ。もう拷問みたいなことやってんのよ、ずっと。はい、なんでヘコヘコくんの？舐められてんのに、こんなん、例えば何百回記念、これありがたいけど、はい、文化放送が仮に言ってきたら、いや、アホかと。いつも全然レギュラーでせえへんのに、こんなもんやってられるか、俺らは、こういう風にして言ったら、まあまあゲリラやないけど、これからもやっていくんじゃボケって、ビシッて、せずに、尻尾振って、振って。振ってクーンクーンって言いながら入り時間の10分前に入って。いや、できるなら本当、どこの枠でもいいですよ。ちょっと週1ぐらいでやりたいなと思って。こうなると、いや、がぜん、スタッフも動きますよ。はい、村上慎吾くんと経済くんってやってんのこれ。やってらっしゃる、ね。こんなこともやってんねや。結構長いことやってらっしゃる番組ですよ、それは。テビロクやってるな。アインシュタインもやってる。いや、だから、正直、うん、なんかね、うん、ここ2年ぐらい、はいはいはい、吉本が多いんですよね。和牛、ミキ、チョコプラ、相席、スタート。はい。うわ、すごいな。だからそこの和牛さんに関しては文化放送すごい、偉かったよな。ああ、なるほど。ブレイクする前に。先物買い、だから、はい、言ってますから。なるほどね。はい。いや。だから多分和牛さん的にはもう、うん、売れたから一刻も早く TBS ラジオに行きたいと思ってると思うんですけど、そうだね。だから僕ら、はい、僕ができることは和牛に TBS ラジオ映像って吹き込むことやね。吹き込んで和牛に映っていただいて、そこに、よっこいしょって座る。よっこいもうって言って座る。よっこい、和牛の振りを。振りをして。ややして。やるやるやる。あ、すごい。あ、トレンディエンジェルも午前中やけどやったりとかしたり、土曜日やったりして、はい。いろいろ吉本もすごい肩入れてるよね。いや、すごいんですよ。上手。だって、日本放送もやるし、TBS もやるし、文化放送でもちゃんとやってるから。やってるという。いやいや、ちょっと、ないことないなと思ってますね。はい。ちょっと文化放送の偉いさん、よかったら、ちょっと使ってほしいと思って。実現しちゃう、実現しちゃう、これはね。いや、そんなことないよ、本当に。はい。ということでございまして、はい、ものすごい盛り上げていただいて。はい。曲ですか？何、曲行くの？はい。じゃあ、ちょっと、曲と、交通情報？いや、じゃ生放送慣れてないから、もう全然わかんないな。何言ってるか全然わかんない。いや、わかるやん。大体わかるやん。交通情報言ってほしいやん。絶対に自分のせいにはしたくないんです。いやいや、そういうところあんね、元エリートは。お前そういうとこあるぞ、本当に。すいません。曲を紹介すればいいのね。はい、本当にもう。下にすごいルビーを振ってあるけども、EXIT と、吉本さんの EXIT と DICE さんの、これコラボの曲ですね。あららら。I got it, get it, featuring DICE。697日ぶりに文化放送の地上波に戻ってきたやないかーい。ヒゲ男子ケイマドルイ53世のルネッサンスラジオ配信600回突破記念スペシャル。はい、改めまして本日のゲスト東野幸治さんです。お願いします。ちょっと600回に質問あるんですけど、はい、今はなんかそう、いろんな地方で流れてるじゃないですか、はい、でそう、全く流れてない時もあったの？全くない。あ、いや、ポッドキャストのみの時もありましたよ。ほんで、お金も入ってこないでしょ？お金もなしで。ほんで、みんな、その、男爵を慕ってる人が、やって、はい、なんか俺、初期の頃は、うどん屋さんとかおったよね。
うどん屋さん。あの時代をご存知ですか、うん、俺が一番好きやった時代よ。うどん屋さん。あの時代。僕らが一番嫌いやったあの時代。あの頃なんかギスギスしててよかった。だから、うどん屋さん、後にうどん屋さんになったりとか。いやいや、違います。あの時は、本当に地方局ネットも全部なくなって、文化放送での地上波ももちろんなくなって、ポッドキャストのみ、ポッドキャストという小部屋に閉じ込められた時があって、当然ギャラも出ない。お金も出ない。ね、今は、その、途中で、なんか、別コーナーがあるやん。あれが CM っていうか、スポンサーだってやられたわけですよ。そういうことです。それがない時代やったよね。ない時代があって、で、その時もディレクターも、今はもうちゃんと制作会社から来ていただいてるような方ですけど、はいはい、うどん屋。ギャラ出ないんで、本当に若い子です。20歳そこそこの、うどん屋っていうか、うどん屋でバイトしてる子。そうやね。うどん屋でバイトしてる子がフラッと来て、自宅座って、気を出すんやろ、はい、うどん屋でバイトしてて、昔ちょっとだけ宅触ったことがある子、みたいなのが、ディレクターとして来て、だから最初にマイクちょっと微調整しまーす、みたいな、こうマイク触るんじゃないですか、本番前に。で、パッて見たらこのマイク、このなんかスポンジの帽子かぶってるじゃないですか。ある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 。そこに、ちょっと白い粉ついてるとか。あ、小麦粉や。うどんのこと本格的な手ごねのうどん屋さんやったんですよ。バイトしてたのが。こねる感じでマイクのあれも蓋もギュッとこう触った。なんかついてるでこれ。なんかついてるで松原くん。松原くん。松原くん。あと、歴代でなんか、辞めて、なんか、名古屋の方に行った人もったよね。はい、それが、初代のディレクターです。ああ。で、ずっと北千住にマンション買うたばっかりやのに、うん、文化放送の人間に嫌われて辞めざるを得なくなって、うん、初代の、負け加藤ですね。あ、はい、そう、負け加藤さんっていう名前、よく聞いたわ、負け加藤、負け加藤って。はい、それで、ね、詳しい。いや、なんで、逆に俺、不思議やってんけど、はい、もうなんでやってんのかな、みたいな。もう、宅録でもいいんじゃん、結局だに。まあ、幻ラジオの原型やん、もう。まあ、そうですね、本当に。その YouTube とかない時代に、勝手に見えた。はい、で、最後の遺言状やん。芸能界への遺言状や。これで言いたいこと言い終わったら俺はもうやめると。やめるぐらいの、最初トーンやったからさ。はい、いや、だから面白い変遷でまたこう、再浮上してくんなぁ、思って。でもこれは、だから東野さんにもやっぱ責任があります。あと、石野卓球さんとか、はい、たまに、ルネラジ面白いって、先輩がつぶやいてくれたりとか、してくれるんですよ。そうなると、我々も燃費がいいですから、普段も断食以上、自尊心断食状態ですから、リッター45ぐらいいくぐらいでいくから、もうちょっとでも入ったら、ブルーンってこう、やった東野さん面白い言うてくれたで、卓球さんが褒めてくれたで、ブルーンですよ。あ、そうか。じゃあもう、続けててよかったっていうことだ。だからそのワイドのショーを東野さんに呼んでいただいたっていうのも、まあこの番組きっかけと僕は思ってますし、はいはい、たまーにあるんすよ。なんか、ご褒美が。ちょっとどっかの、あれなんでこんな番組呼んでもらえんのって言って、はい、まあ自分なりにできないね、うん、までも、才能ないまでも、ちょっと待って、一生懸命。俺聞いてんねん、知ってんねんって。俺才能あるって言いまくってんの知ってんねん。ポッド、どこで言うてるんすか俺が。ポッドキャストで、いや俺できんねんって、うの T、俺な、できんねんって、よう、ののしんねん、うの T に。俺な、そこそこできんねん。客いじりもうまいねんってずっと言ってんねん。それは、営業スキルのことでしょ企業パーティー等の営業スキルのことですよ。それは俺はできます。それはもう、そんじゃそこらのチャンピオンよりできます。ちょいって、笑いなんか簡単にとれんねんって言って。あ、俺、リクエストある。はい。あれ、4聞きたいよ。いや、だから、4聞きたい。いや、何回も番組説明しますけど、あのコントやってくれとかタイトル言うんだよ、その、オチを、まずオチなんですよ、その、4が。いや、4の話生で聞きたい。いつも再現なくやってる。そうそう。4のくだりを。4の話聞かして。あ、4。うん。いや、まあまあまあ、これちょっと初めて聞いたことわからないと思いますけど、うんうん、4っていうのはまあまあ、我々がね、営業のネタでショートコントとかやるんですけども、一番最初に必ずやるネタがあるんです。で、これ4っていうのはオチなんですよ。タイトルは、頭のいいペットっていうね、こうタイトルがありましたよね、僕と樋口くんがおってね。ほんで僕が飼い主ですわね、樋口くん、
ワン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 とか言うてるんですよ。で、かわいいなお前はとか言ってね、で1たす1はとかでワンワンって樋口くん言うんですよ。で1たす2はワンワンワン、そうお前賢いなセバスチャンとかね、僕は頭なぜてあげて、で最後に6引く2はって言って、うーって樋口くんが言うんですよ。で引き算、急に引き算言ったから難しかったかなって言ったら樋口くんが4って言って喋ってもうてるやないかーいっていうネタが4なんです。東野さんの前で4の説明を。嬉しいわ、4の話聞けた。なんていい夜だ。だからそのルネサンスラジオ聞いてる信者の皆さんは、もう4見た、4を見たいって。いじってるんですよ。いやいや、みんなファンが目の前で、あ、これが4か。いや、でも分かるんですよ。なんか地方のそのショッピングモールとか、うん、野外のイベントとか行って、営業出て、ね、ルネサンスとか言うてやってて、さあ行きましょう、ショートコンセロンとか言うて、あのネタ始めるときに頭のいいペットって言ったときにクス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 ヤンヤンって言うてるやつが3人ぐらいおるんですよ、うん、それはもう確実にリスナーやっていうのがすぐに分かるという、あのカメラは止めるなっていう映画で、はい、フリーのところで笑うね、はい、2回目3回目のヘビ観客と一緒でしょ、一緒です、何笑ってんのこれみたいなそこでエツに行っているとね俺見た見たという、なんで見た見たで笑うねんっていういや嬉しいわよ、あこういういやいやだから本当にだから聞いてるんですよ、はい、いやもうそれは本当にもうずーっと定期的に言うていて、ほんであれ何年やったかな、2014年ですね、はい、14年にあの大阪の東野さんやってらっしゃるの、うん、マルコポロに番組、うん、行かせていただいた時に、うんうん、あの本番前に前室のところで、うん、あのマダルネラジ聞いてるでと、そうそうそう、でボソッと言って、うん、でそこであのゲス、最近ちょっとゲスが多いと、ゲスは月に1回で、あとの3回はこの無難にというか、あのちょっと品よくまとめとけっていうし、だからそういう積み重ねが俺に懲役12年を与えてるんですよ、だからいやほんまやったらもう言いたいですよ、あそうもうこんなに枠もらわれへんだったらもうそろそろええわって言いたいですけど、いやいや頑張って頑張ってちょいちょいゲスも残しつつ、やっぱちゃんとした昼のラジオね、朝のラジオもできますよっていうのをちょいちょい住所に見せとかなあかんのよ今日も山梨の昼のラジオ3時間半やってから来てますから、さすが喉が強い喉が強いよ、本当に。俺あの交通情報の振りのちょっと抑えたトーン俺好きやったよ。いや東野さんどんだけラジオ好きなんすか。いやいや、ラジオ君しか聞いてない、ね、他にもっと面白い立派な番組がありますから。あんの？あります、あります。あんの？知らないだけなんですよ俺いつも火曜日ね、だから名古屋とか大阪新幹線乗るんですよ、はい、その時がだからもうルネサンスラジオ聞く時なのあれ聞いて名古屋行って、そう名古屋行ったりとか大阪行くのちょうどいいのよ。いやいや我々はありがたいですけども、他にもいてるんじゃないですか、芸能人とか著名な方とかが、ルネサンスラジオがちょっとこういった楽しみだっていう人もいてると思うんで、ちょっと長く続けてほしいし、逆に本当にこんなことじゃないけど地上波とかこういう華やかなところに行ってほしくないっていうファンの方もいてるんじゃないですかいやそんなんばっかりですよそんなやつばっかりなんですよ。だ今日東野さんいらっしゃったこともだから今日すごい、はい、あのね盛り上げていただけるんで、はい、紹介する間がないんですけど、はい、多分すごいいろいろ僕を懲らしめてくださいみたいなメールが来てると思います。いやだから結局それはだからね、言うたら何でしょうか、大きくなってしまったから悲願でるんじゃないですか。絶対思ってないでしょう。いやじゃなくてリスナーのみんなはちょっとこうね一発屋芸人でちょっと仕事がなくなってこうずっと続けてる仲間やと思ったのが、最近そう言うたらシンポジウムに行くあなたが嫌いなんですよ。まあ、おっしゃる通りです。でしょ？奴らは、俺がシンポジウムに行くと、そっぽを向くんですよ。シンポ、おいと、あの、シンポジウムの話だからどうでもええと。シンポジウム行くな、コラム書くな、コメントすな。そう、僕ら昔からのね、言うたら、あの、負け加藤から聞いてる時代の笑いからすると、そんな話は聞きたくないと。い今、負け加藤は CBC にいますけど、喜んでますわ、多分。だから、そんな意味ではそういうふうにみんな巣立っていってるわけやからってことですから、まあ、ファン、古いファン代表としてだから。いや、ほんま、ありがとうございます。お今日、娘に言おうかな。いや、娘に言ってないでしょ、まだ、あの、ヒゲ男爵、山田るい53世って言ってないでしょ。芸人であることを。ひた確信して、あれ、なんで、
やっぱ辛い、娘が十字架を背負うってことな。そうです。僕は全然いいんですけど、うん、芸人とかはもう立派な職業ですし、うん、一発屋っていうこの言葉が、うん、ちょっと苦味成分が多いなと思って、小学校の低学年ではちょっとしんどいかなと思って、なるべく、まあ、ほぼほぼバレてはいるんですけど、うん、最後、徳田で僕はもう認めないっていうのをやってるんですけど、はい、昨日、はい、昨日かおとつい何日か前に、娘がたまたまテレビ見てて、うん、東野さんがやってらっしゃるドッキリの、うん、ドッキリグランプリ、はい。番組が映った瞬間に、うん、アンドロイド東野だーってなって、うん、何と思って、うん、だもうその東野さんがリアクションが薄いから、うんうん、そう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 、びっくりしなくて、みんな周りがわーびっくりするけど、俺だけ言うたら無表情ポーカーフェイスで、だからもうアンドロイドだよって言われて、アンドロイド東野っていうなんかっていう回が、うんうん、確か去年あった、あった、うん、でそれを娘が見てもドハマりしたみたいで、今娘が好きな芸人はイグジットと東野さんなんですよ。おかしいわ温度差がすごすぎるやん。俺も東野さんアンドロイドやってくんないかな、またアンドロイドやってくんないかなってすごいテンション上がってるから、うん、奥さんが俺今週東野さんと仕事するってことをまさかバラしたんちゃうやろなと思って、ほんとは違うと、それを見てもうただただファンなんやっていうことになったんで、じゃあさ、今日終わってから、写真一緒に撮って、はい、お子さんに見せて、お父さん会ってきたよって言ったら、別に自分の正体バラさんでええやん。あー、職場に来たと。まあまあ、僕一応フレキシブルに働くサラリーマンって言ってますからね。で、お父さんの職場に、まさかなんかロケしに来たよって、アンドロイドが。びっくりした。びっくりした。これやろ、モーちゃんが好きな、アンドロイド、これやろ、モモちゃんに渡して。いいんすか、いや、全然。やったー嬉しい。最後まで黙ってた方がいいよ、これは。一発で。いけるとこまで。そう、いけるとこまでやっぱ黙っといた方がええん違う。本当に。うん。それはじゃあちょっと肝に銘じて。で、いつかバレるか、いつか知ってたよパパっていうか、どういうオチが待ってるかわからんけど、ギリギリまで。いや、いいですね。だからその、ずっと黙っててバレてないと思ってたら、うん、娘の成人式かなんかでお祝いして、うんうん、で、二人でレストランとかで食べてたら、急に娘がワイングラス持って、ルネッサンス、えって言って。何それめでたやないかーいとか、え、何もちゃんとか言って。ずっと知ってたんっていう。そうそう。いや、その日が来るかもわからんし。展開。それかもしかしたらもう学校に行きたくないって言い出すかもわからんし。なんでだって貴族なんでしょ貴族なんでしょって言って、家にあるワイングラス全部割られてたりとか。見たくないと。見たくないと。全部足のとこだけ残ってるんですよ。いや、それね。足全部切られてんねん。ワイングラスの足、ビーン切られて。かもわからんから。メール一つだけ。はい、お願いします。紹介させてください。東京都ラジオネーム、激ラブプリンス、はい、アンソニー。芸人が一発当てたら一発屋と呼ばれ、そのブームが過ぎるとメディアから消える人がほとんどだと思うのですが、うん、消えない方法や再浮上する方法はあるんでしょうかということですけども、まあでも東野さんもずっと一線で、いやもうそれ言ったらなんかこう細く長くちょっと太く長くちょっとだけググッとこうグッと肘をグッと上に上げて長く行きたいと細すぎるとねやっぱりと年収の問題もあるからなるほどちょっとグッと肘を上げて長く行きたいけどそうでもそれ一発屋芸人さんもやっぱ二の矢三の矢ってことでしょ結局はそういうことですな男爵さんの本にも書いてますけど、はい、一時はもうだから曲に呼ばれてまず止められて曲の前で止められて、はい、なかなか入れないで身元言って、はい、で行って、はい、ねとにかくスタジオの本番では最高月収を MC 自分よりも明らかにギャラもらってる人から最高月収聞かれてなんぼですって言ってって明らかに自分の方が儲てんのにお前らの方が儲てるやろってそれをグッとそのツッコミをグッとこらえてでも最低はなんぼですって言ってうわーってやってはい OK ですお疲れしたっていうっていうのがまでがあれでしょ一発屋芸人でしょともういわゆる一発屋芸人のテレビの露出の仕方の初期ですよね、ほんとそれ。だそっからだから言ったらその文才があるとか、コメントとか、今言ったらその次のステージってことじゃないの。で、それがブルゾンチエミは芸能界辞めるっていう。いや、でもすごいですよね。あんなすごいよね、一発屋芸人さんから。一発屋芸人って言わす前に辞めるって。で、僕もなんかあの記事見た時に、ブルゾンチエミちゃんが引退されるっていうのを見た時に、鼻通りましたもん、なんか、スッてこうなんか、いやえっていう。こういう方法あったんやって。次世代、うん、絶対やめられへんもんそんないや無理っす無理っすねだって土日地方行くだけで金くれるわけでしょなんちゅう言い方するの
バッグ持って一生懸命4をやってるんですよ。こすり倒した東京駅の7時台の午前中の新幹線乗り場にモノマネタレントと元一発屋芸人が集まってんのよ。いますいますそれがあの散らばっていくのよ全国各地へね。 GPS つけたら夕方全員集まってくるのよこう光る点でね、点で見るシステムがあったら、みんなバーって離れていってまた全員バーって集まってる全員左ハンドルの車乗ってるのよいやだからそういう意味で言うと、だからまたもうその一発屋芸人とまた違う今ジャンルになってるから。いやいや、もうありがとう。あとはもう問題はあれですよ、だから帽子とキャラ設定どうするかっていう。これをね、さっきもちょっと曲中に東野さんがすごく、ね、だ脱ぐべきなんでしょうかね。いや俺は正直もう脱いでもええん違うのってちょっと思うんですけどね。ちょっとどうしてもこの脱いで、そのどの日に脱いでいくのかっていうのを ないですか。その事前に言うんすか、スタッフさんに明日は脱いでいきますっていうの。いや逆に言うよ、スタッフは早くあのわけわからん帽子取ってほしい。誰がわけわからん白くあっと白くあっとだから今のうち早く髪の毛伸ばして、はい、帽子塗った時にすぐどういうヘアスタイルにするか決めといた方がええと思うで。ああ、準備万端で今ちょっとほぼ坊主ですからね。そうで、このまま行ったらもう待ってんのはもうカッカだけやからいやありがたいですよ。でデーモンカッカ、いやいや、あれもめんどくさそうやで。知らんよ知らんけど頭下げへんし、あの悪魔の設定やから、なんかバイバイもせず、なんか右手をなんかこう親指とだけ親指だけ離して、そんな細かい設定がなんか こんなんしてるもん、端っこでこんなこなんか端っこでグッて普通に手振るんじゃなくて、こんなシュッとシュッてしてんのよ俺がメンムギさんやったら寝不足の日にイラつくと思うあ、なるほど、そういう細かな形で MC の方にも負担をかける恐れがあるという。だからもうノーマルな感じでっていう、はい、だから山田るいさんでええような気もするし。もう53世ってもうめんどくさいな。だって宮根さんもなんか、宮根さんルイ53世って呼んでない？宮根さんだけなんですよ。普通、男爵とか、あの、ヒゲ男爵とか、山田くんとか、そうや。ルイとか、うん、そうや。宮根さんだけルイ53世ってこの数字の部分で言うんすよ。もうあれ、それ、案に遠回しに、もう53取れって言うてんちゃうの。そういう意味やったんすか。ルイ53世はどう思うって、そんな。俺ルイ53世、こうやけども、どう思うっていう。いや、確かに、宮根さんがルイ53世って呼ぶたびに、ネットで多少湧くんですよ。いや、俺も、何あの呼び方。ルイ53世ってどういうこと？誰のことっていう。まさかほんまに53世と思ってんのかなみたいな。いや、思ってない。どっかで着地地点をちょっと、あ、なんか企画会議、会議した方がええんちゃう？マネージャーやみんな集めてどうするか。あとほんま首が太すぎてボタンが閉まれへんから。よう見てはるな。あれもだから気になるから特注で作ったらええんちゃうの。いや、なかなか合う、そうなんですよ。ワイシャツがないんですよ。ないよね。閉まらないんですよ。なんか、こんで、あとなんか招待するとか、なんかこう。いや、そうなんですよ。だから一回大阪、そのミヤネ屋さん出させてもらうとき、うん、去年やったかな、行ったら、あの、衣装をね、うん、あろうことか、うん、まあ、衣装っていうか白かった持ってたんですけど、うん、中のこの衣装を、うん、スーツを忘れていったんですよ。うん、うわ、ないやん、うん、どうすんのってなったときに、あの、読売テレビさんの衣装部の方が、すいません、本当に、もう不細工なみっともないことなんですけども、こうこうこうで貸してくれないですか、うんうんうん、なんかあったら、うんうん、って言うて、頼んだ、一着だけあって、うん、それが小杉さんが着てたやつやったんですよ。で、小杉さんがいらっしゃってくれてよかったと思って。バッチサイズ的にも問題なかった。それバッチリありました。いや、だからそういう意味で、だからほんま一着作ったら、その得。なんかあの首のボタンはまれへん感じとネクタイ浮いてる感じがすごい。ちょっとルイ53世という言い方と。いや、もう全部やもん。見た目と名前全部やもん。いや、なんかそう、新しい。そうですか。次の段階にも行ってええん違うのって。ちょっとそこは考えます、じゃあ。ありがとうございます。ありがたいアドバイス。いや、ご調査もう4見れただけで十分やから。こんなもん。あ、そうですか。はい。唐突にお別れの時間が。はい。いやいや、ありがとう。やってまいりまして。いやいや、全然。もう、早く帰らんと。だって俺聞いてたもん。俺がゲストやった瞬間のお前のテンションの下がりようと、嫌がりようと、なんか気に入らん感じと、もうすべて。嫌がってないですよ。だって俺、あ、こんな風に俺嫌われていくんやと思って。お分かり、嫌がってはないんですよ。いや言ってたもん、なんか、あの、小山の対象でいたいみたいなこと。それは認めます。東野さん、ここは僕の王国です。確かにそうやね。わかるわかる。俺も言ったらね、あの、幻ラジオやってる身としたらわかんねえよ。嫌でしょ？いや、
わけわからんやつが来られて喋られるの嫌や。今日せっかく来ていただいたんで、はい、東野さんにプレゼントがございます。何ですか、教えてください。はい、なんとこちらもう用意されてますか。はい、はい、入ってきてください。なんとミート高橋さんから鶏もつ煮と馬肉セットです。あ、知ってる、スポンサーや。知ってる知ってる知ってる。ありがとうございます。気をつけてお渡しして。これや噂の。あ、俺もさ、こんなラジオ番組知らん。もつくれるラジオ番組ってなかなかないと思って。肉ラジです、肉ラジ。肉ラジや、よかったわ。山梨県のお肉屋さんから。いえいえ、嬉しい、ありがとうございます。届きまして、ね、甲州名物馬刺し鶏もつ煮。いや、ご丁寧にありがとうございます。いやいや、ありがとう。もう、うひょう言うてるで。めちゃくちゃ高橋さん、いい、藤川町。いや、ありがとうございます。頑張ってね。はい、あの、やめずに続けてください。なんとかお願いします。苦行を続けていきたいと。いやいや、またもう一回、また忙しくなったらまたすぐできるんちゃう、番組なんて。帯でできるんちゃう。やらしてくれないんですよ。え、なんか大竹さん腰悪い言うてるからさ、はい、一回大竹さんが床に寝てるところにゲストで行ったことありますけどね。腰言わして。もう大竹さんぐらいまでやったらもう何でもええねや、はい、いてるだけで。なんちゅうラジオ魂なんすか言うてる。はい、ということでございました、はい、ありがとうございます、東野さん今日本当にありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。この素晴らしき世界、すいません、こんなバタバタと。あ、もう全然、もう全然、新潮社さんから発売されております。いえいえ、買ってください。じゃあ、次回また100回経ったら、はい、そうですね、もういいですね、その辺も来ていただけるという。俺は行きたいけど嫌なんでしょ。いや、嫌じゃないっす。いや、絶対嫌でしょ。嫌じゃないんです。今日、いや、こんな言い方後輩としておかしいんですけど、はい、今日の感じなら嫌じゃないっす。なんか俺も気遣って喋ったから。ですよね。ありがとうございます。嫌やって聞いてたから。察していただいて。嫌われたくないから。はい、すごいよなーとか。俺正直4なんてどうでもよかったよ。どうでもよかったっけ。はい、ということで本日のスペシャルゲスト、東野幸治さんでした。ありがとうございました。さあ、ここで一曲お聴きください。オフィシャルヒゲダンディズムで、ファイアーグラウンド。ライオンズナイタースペシャル、ヒゲダンシャク山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、配信600回突破記念スペシャル。さあ、ヒゲダンシャク山田ルイ53世が東京浜松町の文化放送から生放送でお送りしておりますルネラジ配信600回突破記念スペシャル。東野さんが、いや、もうびっくりびっくりするぐらいスッとか深いで、あんなにこの切り替えがアンドロイドですね。やっぱりこう、スッとこう、荷物を小脇に抱えて。いやー、ありがとうございます、本当にもう。ね。もうお腹いっぱいです、これは。だからもう本当はもうここで終わっていいぐらいなんですけども。このコーナーがあるということで参りましょう。ルネッサンスラジオ、ラストメッセージのお時間でございます。はい。まあもう、コーナーの説明はもう先したからいいですよね。まあ、ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、既読スルーしてしまった、返事が出せなかったあの思い、まあそういうものをですね、紹介していこう。日頃の感謝です。ね、大の告白、頑張るあの人への応援メッセージ。まあそういう、まあ素敵な、ほっこりとした思いをですね、本当に木の枝にマシュマロを刺して、みんなでこう焚き火でね、パチパチ焼いて、語らいながら、一緒に共有していこう。そういうコーナーのはずなんですけども。いただいております。じゃあいいですか、このリーさん。東京都の方ですね。ラジオネーム、例えばのモンスター。ラストメッセージです。元バイト先の社員、K さんへ。アルファベットの K ですね。元バイト先の社員、K さんへ。うん。お久しぶりです。お元気ですか？その節はお世話になりました。やっぱり感謝の気持ちです、これはね。あなたとは10年前にお店で出会いましたね。お客様には温かい接客をし、従業員には優しく接していたあなた。慣れない仕事に手間取る私にも叱ることなく優しく教えてくれました。先輩ということですよね。ミスをしてもあなたは次は頑張ろう、失敗してみんな育つんだよ、だから大丈夫といった優しい言葉をバイトの私にかけてくれて救われたことを覚えています。やっと趣旨通りのメールが来たって、これは良かったですね。そんな私もバイトになれ始め、周りが見えてきた時のことです。私が従業員室に在庫の確認をしに行った時、
あなたはパソコンに向かっていましたね。あなたの背中越しにちらっと画面を覗いた私は目を疑いました。なんやろ、画面に映し出される一対一の文字、そう、スポーツ中継です。あなたは仕事をするふりをしてスポーツ中継を見てサボっていたのです。私は何も言えずそっとその場を離れました。まさかとは思いましたが、きっと見間違いだろう、あの社員さんに限ってと思い返し、いやそうよ、仕事に戻りました。しかし私の思いとは裏腹に、その日だけでなく、あなたがスポーツ中継を見る場面を幾度となく目撃し、あなたのサボりは確信犯であることに間違いないと思った私、勤労意欲に燃えていた当時の私はどうしても納得がいかず、ついに腹に据えかね、他の社員さんに、スポーツ中継を見てサボっているなら仕事の士気に関わってくるので家に帰ってほしいと言葉を選ばずに選ばんかったね話しました。どうやらそのことはあなたに伝わったらしく、野球中継を見ることはなくなりましたが、あなたと仲が良かった他の社員が私に強く当たるようになったのはなぜなんでしょう。今でも不思議でたまりません。他の社員さんがなぜ私にという。そうした事態がありましたが、寡黙にバイトを続けた私、年数が長くなっていくとバイト先にも親しい人が増えてきました。よかった。ある日先輩と食事をしに行った時のこと、話の流れからあなたの思い出話を先輩が話し始めました。先輩、そういえば K さんって昔バイトで働いていた人妻に手を出したんだよな。それはもうぞっこんだったらしいぜ。だけどその相引きがバレて泣く泣く別れたんだよ確か、と笑いながら話す先輩。とんでもないことを聞いてしまったと驚く私。あなたの笑顔の下にはそんな昼ドラみたいな過去があったのだと、イメージが180度変わったことを覚えています。またあなたのように不倫という甘い誘惑にはまってはならないといういい人生勉強にもなりました。不倫ではなく、しっかりとお付き合いのできるいいお相手は見つかりましたか？仕事は順調ですか？コロナの影響で仕事も大変でしょうが、どのタイミングでこんなメール送ってきとんねんって。今みんな大変、頑張ってください。例えばのモンスターからお手本、これがあのこのコーナーのお手本ということで、ノーマルタイプということですね。昔ほっこりしたいんですけどね。もうちょ、時間ないか、もう一つだけ紹介しておきますか。ラストメッセージのコーナー、じゃあこれ行きましょう。出ました。初めて聞く方はわけがわからないでしょうけども、ミスターラストメッセージ、マリオネットサブローさんからいただきましたね。ありがとうございます。じゃあラストメッセージ。昨年末に勤めていた工場から、いやもう一行目からもう遊ぶつもりは一切ないんですよ、サブローさんは。昨年末に勤めていた工場から人員削減され、新たな仕事を見つけるも、たった5日でもう来なくていいですよと言われた私の母へ。お母さんやつ。サブロー、次のバイト先でも辞めろと言われるかもしれないという恐怖心を、そやな、抱きながらなんとか働く場所を探していましたが、お母さんね、やっぱここでもそうや、感染症の流行を理由に完全に足を止めてしまいました。世の中が落ち着いてから探すわと言い、気晴らしに布マスク60枚を作った母を見て、うわー素晴らしい、60枚。私は昔の自分を思い出しました。亡くなった父が生命保険で残してくれたお金が底をつく直前まで仕事をしなかったのです。サブローがやっと始めたバイトは人に紹介 してもらったもので、自分一人では見つけられませんでした。俺にはお袋に物申す資格などないと分かっていても、焦りや不安があり、軽い喧嘩をしてしまう日々です。母と私で貯めたお金がワールドビジネスサテライト、いやゼロになる時が少しでも遅くなるように考えて生きていきます。マリオネットサブローさんからの
ラストメッセージですね。だから今日初めて聞いた方わからないと思いますけど、マリオネット三郎さんっていうのはこのコーナーで名言を残しておられます。最近の、ちょっと僕も正確には思い出せませんが、最近の楽しみは、醤油をかけたマカロニサラダでご飯を2杯いくことですという名言を残してくれた三郎さんからの、まあ、ラストメッセージですね。ちょっとね、今日あまりメール紹介できませんでしたけど、あの、またどうせ僕明日、うん、ポッドキャスト取りに文化放送に来るんで、その時にいろいろ紹介したいなと思います。はい。また通常放送もぜひお聞きください。ラストメッセージのコーナーでした。文化放送、ライオンズナイタースペシャル、ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、配信600回突破記念スペシャル。エンディングっぽい。や、安いエンディングっぽい音楽。これは高いよ。これは高いんや。知らんけど。はい、もうね、池田式山田類53世のルネッサンスラジオ配信600回突破記念スペシャル、あっという間にお別れの時間でございます。本当に今日はもう東野幸治さんに来ていただいて、もうちょっと悩み相談的なこともできましたしね。だからもう、東野さんいらっしゃってる時に再三言いましたけども、たまに、諸先輩方が聞いてるよ、面白いよと、仕事先に行ったらディレクターがスッと近づいてきて耳元でルネラジ聞いてるよと言うてくれる、それがあるから600回も続けてしまったというね、燃費のいい私たちですけども、またこれはもうちょっと続けそうですね。これは700回を、だから100回に一遍のそのスタンプのシステムやめろや。20回にしてくれよ、ワンクールとか。メールもね、今日たくさんいただいたんですけども、ちょっとだけ紹介しておきましょう。ラジオネームみかこさん、男爵様600回おめでとうございます。ありがとうございます。久しぶりに聞いて初めてメールします。聞き始めたきっかけは17歳年上の彼からおすすめされたことでした。えらい年の差で、当時の共通の話題はラジオ。私も彼もラジオが大好きで、聞いている番組もいくつか被っていました。特に私は芸人さんの深夜ラジオが好きで、そんな私に彼が勧めてくれたのがルネラジでありました。勧められたからにはと何回か聞いていたのですが、男爵様とリスナー様方の熱量か怨念かに当てられだんだんと疲れてしまい疲れちゃう聞くのをやめてしまいました。今は素敵な、今は夫となった彼は未だに熱心なリスナーで、うわありがとうございます。家の中にルネラジが流れて、私も600回記念会を聞く運びと相なりました。これをきっかけにまた聞き始めようかと思います。これからもお体にお気をつけて頑張ってください。いいメール、ぽいぽいメール、ありがたいですね。そしてもう一通、ラジオネームピュースケ、2年ほど前に夫婦の危機を迎え、あそう、妻から夫婦ではなく家族として生きていきましょうと宣言されたおかげでそのメール多分送ってきたよね。ミート高橋様の取り持つにをいただきましたが、この番組のスポンサーニクラジーですね。コロナウイルスの影響で家にいる時間が長くなり、家族から何、家族から夫婦に昇格することに成功しましたというね、やっぱこういうこともあるんだね。やっぱ取り持つにのパワー素晴らしい。これもミート高橋様と男爵のおかげです。ミート高橋のに様が言っちゃってますけど、これからも夫婦円満ラジオそんなラジオじゃないですよ。ルネラジオ続けていってくださいと、いうお便りもいただきました。いやいやありがたいですね。今日はね、まあ、東野さん来ていただきましたけども、普段は先ほどから何回も言いましたが、基本的にポッドキャストと地方局ネットで、粛々と回を積み重ねておるということで、もし今日のねこの特番で興味を持った方がいらっしゃいましたら、ぜひ聞いてください。今日の放送の感想なんかもどんどん送っていただきたい。改めてアドレスの方言っておきます。メールアドレス、ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲアットマーク joqr.net、 ヒゲの綴りは HIGE、 全部小文字でございます。いうことですね。どうですか、100回ぶりの特番。いやなんかね、今日は素直な気持ちになれましたね、ちょっとね。やっぱ東野さんのおかげ、これからもちょっと頑張っていこうみたいな気持ちになれました。
さあ文化放送この後夜9時から打って変わって爽やかな番組スノーマンのスノーマンマお届けしたいと思います。我々は、これにてしばらく文化放送地上波から消えちゃいますということで、次回までさよなら。